今回は自己愛性パーソナリティ障害は治りますか？今回お受けしましたご質問は、自己愛性パーソナリティ障害は治りますかというご質問になります。答えとしましては、本人の決意で改善の余地、ただし痛みと時間を要するとお答えします。自己愛性パーソナリティ障害を見ていきますと、これは自分が特別だと思うタイプのパーソナリティ障害になります。自分ではなかなか気づきにくく、むしろ周りが強く影響されるというところ、そして特性自体の薬はないというところで、気づきと受け入れが改善の第一歩というところがあります。自己愛性パーソナリティ障害の主な症状を振り返ると、まずは誇大性、自分を特別な優れた人間と思って他者をしばしば見下してしまうことがあります。そして過度の称賛欲求、他者からの称賛を過剰に求めて勝つことに執着していることは言われます。もう一つが共感性の欠如、他者に共感せずしばしば自分のために相手を利用することが指摘されます。自分では気づきにくく、周りに強く影響が出るというところ。自己愛性パーソナリティ障害の人の周りが受ける影響ですけれども、一種のパワハラを継続的に受け続けたような状態になることが多いです。そして人によってはいいように利用されて実際に実害が出てしまうという場合もあると聞きます。そして、いわゆるカサンドラ症候群などストレス持続によるうつ病や適応障害などメンタル不調に至ることも少なくないことが言われます。薬などの明確な治療法はありますかというご質問になります。特性に対しての改善する薬はないというところ。自己愛性パーソナリティ障害の治療法を振り返ると、まずこのパーソナリティ自体への薬物療法、薬はないというところが一番ポイントです。その上で、自分に直面して内省しつつ徐々に修正を図るという、長期間の取り組みが求められるところです。その中で二次的に生じた認知障害的なうつや不眠などに対しての治療は行えるところがあり得ると思います。ご質問として、周りが本人を変えることができますかというご質問ですけれども、本人の意思がなければ非常に難しいです。周りが自己愛性パーソナリティ障害の人を変えられるかですが、実害のある周囲から本人のこの自己愛性パーソナリティ障害を変えたいというご要望を聞くことは少なからずあります。しかしここですが、本人に変化の意思がない場合は、変えることは実質非常に難しい、不可能に近いです。その中でさらに、しかし変化を促すような助言というのは本人には攻撃に移ることが多くて、それで報復されるなど非常にリスクも非常に高いというところがあるので、基本的にはあまり推奨しにくいところです。もう一つご質問。本人をカウンセリングに行かせれば変わりますかということですけれども、本人の意思がなければしばしば逆効果になります。カウンセリングと自己愛性パーソナリティ障害ですけども、少なくとも本人に治療の決意がなければカウンセリングに行っても効果は期待できず、しばしば逆効果にすらなります。そしてその中で、じゃあ仮に決意してたらどうかという話ですが、決意している場合でさえ現実を見る直面化というのはカウンセリングですることはありますが、うまくいかないことは非常に多いです。たとえ専門家であっても外から変化を促すということは非常に大きな危険があるという意味でもあります。医療機関でできないこと等ですけども、先ほどの話はまさにカウンセリングの領域でして、内視鏡に関してはもう保険医療では適用にならないと思っていただけたらと思います。一方、合併したうつや不眠などに対しての治療は行う余地があるというところ。アルコール依存などを合併する場合が時としてありますが、この場合、医療依存症の治療ということは依存症を専門とする医療機関を検討することがあり得るかと思います。ご質問、自分で気づけば良くなりますかというところになります。気づきは大事です。しかし、覚悟も必要というところ。改善の第一歩は気づきと受け入れです。自分の行動パターンや影響に気づかない限りはまず改善は見込みにくいというところ。そのため改善の第一歩はそこに気づいて受け入れるということ。で、そこは見えてくればそれだけで改善する部分も少なくないところがあります。一方で根っこのパーソナリティの部分を変えるということに関しては受け入れと直面の痛みを要するところがあります。しばしばどんなことを受け入れる必要があるか見ていきますと、まず自分は自分が思ったほど特別な存在でないということ。というところで自分の拠り所を失うことがあります。そして他者に対して見下す攻撃するなどの加害的な行動を行ってきたというところ。正しいことをやったつもりだけども、どうやら加害者のポジションであったということを受け入れなきゃいけないことがあります。これらを踏まえて、今までのやり方や価値観を変えなければ、攻撃することを続けて避けられ続けるということが続くと思われると。こういう現実を受け入れる必要があります。こういったことに関して、特に自己愛性パーソナリティ障害では、この受け入れに非常に痛みを伴うというところです。先ほど挙げたような、受け入れなければならない現実は非常に重いということが一つ目。その他、パーソナリティ障害の特性として、心理的な痛みへの過敏さというところがありまして、同じストレスでも強いものと感じやすいというところもあります。そして受け入れたところで特効薬がなくて長期間ある種痛みを伴う直面の修正などを続ける必要が改善したければあるというところも受け入れる必要があって、非常に痛みを伴います。痛みが続いた時に起こりうる反応というところです。人によってはうつや不眠など精神不調が出ることがあります。ただこれに関しては治療の余地がある可能性があります。人によっては葛藤からの攻撃性や衝動というところが出てしまう方も中にはいらっしゃるようです。そして再度の避妊への回帰、一旦は変えようと受け入れて決意したけども、受け入れから避妊に持ってしまう場合もあります。十分な改善に至るまでの道のりというところです。今のような反応もある中で、改善と後戻りを繰り返しながら長期的に徐々に改善することを期待するというのは現実的な話です。そしてうつや不眠などをその中で合併した場合は、一時的に補助的な治療を行うのが有効な場合もあります。そしてイメージとしては、少し取り組んでもすぐに改善はイメージで実感できない。ただ長期的な取り組みをただ1年間続けていった結果、振り返ってみると前と変わっていた、改善していたというところが見えてくるというのが改善の道のりかと思われます。改善のために必要なことというところを最後見ていくと、まずは気づきと受け入れを土台とした自分自身で改善しなければならないという明確な改善への意思というところ、その上で痛みを伴っても現実と直面して受け入れできる改善の取り組みを日々行っていくということが2つ目です。その中で3つ目としては、仮にその中で一時期避妊に戻ってもまた立ち直って受け入れに戻って長期間取り組みを続けていくというところが最後の大事になります。今回はご質問、自己愛性パーソナリティ障害は治りますかについて見てきました。ではまとめていきます。自己愛性パーソナリティ障害は自分でも気づきにくくて、むしろ周りへの影響が強いです。自分よりも周りが影響を受けて困ることが多いというところが特徴です。本人に明確な変化の意思がない中で、周りが変えるように変化を促し働きかけるということは、効果があまり期待できないばかりか、しばしば危険を伴います。そのため基本的にはあまり推奨されないところです。本人としての改善への第一歩は自分での気づきと受け入れ、その中で痛みは伴いつつも直面と改善の取り組みを続けていって、時間がかかっても徐々に改善を図っていくことは求められるところです。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。